で、うん、あの有名なアリゾナ記念館、はい、ね、こちらでございますけど、ね、海の上にあるやつですね。これはね、なんかこう桟橋とかなんか変わってでピューって行けるんじゃないんですよ、うん、これに行くためには、うん、まあなんかクルーザーというかですね、うん、あの遊覧船みたいなに乗ってここまで船出するわけですけれども、はい、それにいきなり船出できるわけじゃないんですね、うん、はいはいはい、まずなんかそれが例えばその午後0時から1時から2時からとかで時間的な区切りがあって、うん、そのチケットを買いに行った順番にお前は何時の枠、お前は何時の枠って言って、うん、その時間に合わせて並んで、うん、あの見に行くわけですが、はい、その遊覧船、そのアリゾナまで行く遊覧船に、うん、遊覧船って言ったらいいのかな、まあ、その見学船に乗る前に、はい、まずですね、うん、まずシアターに入ってください言われて、はい、うん、それでビデオが流されるわけです、はい、でビデオではですね、こんななんかおぼからさんみたいなあのなんか可愛らしい姉ちゃんが出てきてですね、はい、実はアリゾナ記念館にようこそみたいな感じで言うわけですね、はいはい、で皆さんがちょっと油断してる間にですね、はい、なんかこうこの帽子がちょっとアメリカンだよね。これはね、国立公園の人がみんな被ってますね、うん、ここはね。あ、なるほど、はい、はいはいはい。で、それでいろいろ言い出すわけですよ。なんかこう、うん、アメリカが戦争はしたくなかったんですが、日本が東南アジアの戦術がとかね、そんな感じで散々言いたいこと言った後、うん、でも私はここでは全ては飲みません。あの、真実はあなたが自分の目で確認してくださいとか言って、ビデオ終わるわけですよね。うん、そういうあの、反洗脳ビデオになるんですよ。うーっていう感じで、皆さん、洗脳ビデオ見終わった方は、はい、あ、そのビデオは言いませんけど、はい、見終わった方は、はい、遊覧船乗ってくださいみたいな感じで、うん、あの、シアターから出て、はい、札でしていくわけですね。うん、でさっきのアリゾナ記念館に着くわけですけれども、うん、アリゾナ記念館はアリゾナって皆さんご存知だと思いますけれども、あの日本のさっきの97観光の雷撃じゃなくて水平爆撃の方ですね、うん、あの高度1000メートルから爆弾を落として、うん、当時は500メートルだから爆弾を落として、それがまあ砲塔の火薬庫に直撃したから大爆発を起こして沈んじゃったわけです、うん、で、はいはい、そのアリゾナ今も沈んだままなわけですね、うん、でその沈んだ船体の上にそこへとへあの垂直になるような形で記念館が立ってて、はい、そこに戦死者の名前がずらっと書いて墓標みたいになってて、うん、慰霊施設を兼ねてるわけなんです、うんうん、はい、でそのアリゾナ記念館に行くと周りに当時の名残ですね、これ砲塔でしょうけどね、はい、こういうのがぷかぷか浮いてるわけですよ、浮いてるとか下からつながってるわけですね、はい、はい、だからスーパーマリオワールドのあのなんか土管の、ね、そう安倍さんが出てくるんじゃないですか、ね、安倍さんが出てくるんじゃないで、まあこういうのが見えるわけですが、でそれでなんかこうね、あの記念館入ったら特にあのなんつうの さっきのね、あの可愛い姉ちゃんはもうビデオだけで終わって、はい、記念館に着くと海坊主みたいな怖い軍人が見張ってるわけですけれども、はいはい、でその説明は特にないんだけれども、なんかこう多分遺族の方とかですかね、なんか、うん、うわーとか泣き出す人がいるわけですよ、うん、はいはい、でなんか そういう雰囲気になってるわけですが、うん、でもそこを見てくださいみたいな感じで誰とはなく言い出してですね、うん、でそれ あの水面を見てくださいみたいな言われるから、水面何があるんだと見てるとですね、なんとこれ見えるかな、水面にちょっとずつ油、なんか黒い油の、まあ、油膜みたいな塊が浮いてくるわけですよ。アリゾナに残ってた油が出てるという、はい、そうだからそのアリゾナの燃料庫の重油が今もこうやって出てきてるんですよ、当時の75年前の、まあ、今年は75年前の時がここで止まってるんですよみたいに言うんですけれども、うん、まあ、アメリカ人はそれを信じてはいいんだろうけれども、はい、我々からすればほんまかいなと確かに、ね、なんかあの、ま、毎週補給してんちゃうかとね、そうしてんじゃねえかと、ちょっとやっぱ持ってしまいます、うん、いや逆に言えばうまいですよね、こういうのうまいうまいうまい、ね、だから継ぎ足ししてるか、まあパイプを、はいはい、細いパイプ通してて、はい、よし今観光客来たと、はい、ワンショットだプシュップシュッつって、はいはい、ツーショット出したりしてピコンピコンつってこう油出して、もうあのスタバの店員みたいな感じで、そうそうそうツーショットみたいな、いやだモカをツーショットできすぎでしょこれ、ね、未だにちょろ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 、これもあらゆる軍からそれやってたらバレるから、うん、あのまあ、アリゾナだけでね、だけで、まあ、油田かっていうね、アリゾナ油田っていう業界では呼ばれてるんですよ、ね、好きな油田っていうね、はい、うん、でまあ、やっぱりね、まあ、まあ別にこれでアメリカを非難する気は諏訪さんないんですが、うん、アメリカは逆に言えばこれぐらい本気で伝えようとしてると、確かにこうなんです、ね、いやよくも悪くも、はい、そこですよ、はい、そこです、本当にそこだ、だから湾岸、うん、戦争 の油オイル豆の水鳥だけじゃないんです、うん、まあ、あれもオイルですけどね、うん、あのね、はいはいはい、確かにね、うん、これは実際行った人がなんかおーみたいな感じで感動するわけですよね、うん、確かに、ね、嘘でも感動させられる能力はじゃあ日本にはあるのかというと全くないね、全くないね、まあまあ優秀館の虫人じゃ申し訳ないし、ま、優秀館自体は立派な施設なんですが、うんうん、こういうなんかこうあらゆる国境を越えてね、おーっと思わせるような仕掛けを、そうそう、なんかという優秀館とかも淡々とこう見てこう
ていう、ありがとうございましたという感じだもんね。まあ、それがあるから私は8月15日毎年、まあ、あの僭越ながらちょっと口で解説させていただきながら回ってるんですけど、ね、もうちょっとガーンっていくようなね感じ、もうやっぱ映画からって私たちは忘れないとか、あの、うん、凛として愛の話、凛として愛ね、はい、東條さんの好きだった、うん、東條優子さんね、凛として愛が好きなんですね、はい、そうです、私たちの愛はあの人は、そうそうそう、あかんと、うん、はい、はい、で、よくね、真珠湾攻撃で、はい、なんかこう、軍艦は散々攻撃したけれど、軍艦とか、あと飛行場の飛行機は攻撃したけれども、うん、ドッグとか民間施設、うん、つまり軍需産業がその後立ち直る、うん、拠点になるようなところは攻撃しなかったから、片手落ちだったという話がよくありまして、まあ、それも一面の真理なんですが、うん、まあ、ともあれ日本はですね、なんかこう、なんか命令されたとこだけやっぱ攻撃しちゃった。で、その中で、アメリカの給水塔というのが残ってるんですけどね、これ、ね、これ給水塔、水を溜めてある建物ですが、うん、これを、うん、でこれを、まあ、日本軍はですね、うん、いわゆる教会と誤認して、うん、これは教会は攻撃したらまずいということで攻撃しなかったわけですよ、うん、なるほど、だから東京でね、なんかこう東郷神社吹っ飛ばしたり、うん、神戸で水戸神社吹っ飛ばしたりしたアメリカ軍とは、まあ、違うわけですよ ね、 我が国はね、別に吹っ飛ばそうと、まあ、もういても簡単に吹っ飛ばすと思いますけれども、教会と思っちゃうよ ね、 ね、うん、これやらなかったんだ、そうやらなかった、はい、で ここは真珠湾攻撃でやられませんでしたら、わざわざ説明が書いてあるわけです、ね、だからやっぱ、はい、2箇所だよね、交渉、要は工場っていうか、うん、船を直したりするドッグと、やっぱあと石油タンク、はいはい、この2つだけでもやってればと、ところがまあそれが、ね、どっちかだけでもやってれば、機動部隊に下された命令書にそれがなかったもんだから、ね、はい、なるほどね、やっぱりそれは日本的な、真面目だよね、そうそうそう、あ、まあ、だからなかったからこそ、うん、第三次攻撃しましょうって言ったわけですよね、第一次、第二次、うん、だ、じゃ第一波、第二波では、はい、まあ、所定の攻撃目標だったから、うん、第三波で改めて、もう、それでの命令になかったこういうところもエクストラに攻撃しましょうっていうのが山口多聞提督 の、 まあ、山口さんの、ね、提案だったんですよ、南雲さんが握りつぶしたと、はい、いう感じですかね、まあ、ちょっとそれはまたもう一回ね、はいはい、真珠湾のところでね、はい、熱くやりましょう、はいはい、で、うん、今まで散々航空隊の話しましたけれども、うん、真珠湾攻撃したのは航空隊だけじゃないんです、うん、で、ハワイにはもう一つ潜水艦博物館というのがありまして、うん、潜水艦博物館の中に潜水艦にまつわる、まあ、資料というかいろんなものがあるんですが、その中にですね、うん、皆さんご存知ですね、旧軍神、つまり特殊潜航艇、二人乗りの特殊潜航艇、公表的5隻で真珠湾内にこう突入した、うん、まあ、湾内に突入したのは1隻だけだったんですけど、突入したんですが、その中で、まあ、5×2 で10人いた中で9名は戦死したんですが、1人だけ生き残って捕虜になっちゃったんですね、うん、はい、坂巻和夫さん、うん、で、はい、その方 の、 捕虜になった時の調書がこれ保存されてるんです、ね、はい、そうですね、なんかちょっと写真が笑顔なのがそう気になりますね、はい、坂巻和夫さん、これ私もね、坂巻和夫さんのことを詳しくはっきり知ったのは、ギミアブレイクっていう、私が小学5年生の時かな、うん、大橋河川がやってた番組あったじゃないですか、うん、はい、ギミアブレイクで坂巻和夫少尉のことを主人公にしたドキュメンタリー映画みたいな、うん、ドキュメンタリー、まあ、ドラマみたいなのが放映されて、うん、はい、で坂巻和夫さんはそれまで自分のことを題材にしてくれるんだということで、うん、そういうのを全部断ってるらしいんですが、うん、この時は断りはなくて、うん、まあ、黙認というか、その返事がなかったので、うん、これはもう OK をもらったと解釈して放映することにしましたと、ギミアブレイク側で説明があって、坂巻和夫の話がずっとあったわけですよ、ね、なるほど、で実際坂巻和夫さん自体を、ね、うん、なんか映画にするというのはそれまでなかったんですけれども、うん、この前亡くなられた山崎豊子さんの、はい、遺作になった、はい、約束の海ってありますよね、ありますね、約束の海の主人公は、はいはい、坂巻対あ坂巻将棋がモデルなんです、うんうん、あ、そうなんですか、なるほど、で自衛でその坂巻対あ坂巻将棋を父に持つ自衛官の、まあ、カット映画がいてるわけですね、うんうん、つまり自分のお父さんが海軍で捕虜になった人が海上自衛隊を目指すっていうストーリーなわけですが、それに該当する人を探してくれて私が言われて、それでちょっといろいろちょっとご協力したことがあったんですが、つまりモデルになる人、うん、でご協力、だから協力者のリストに実は私載ってるんですけどね、巻末の、あ、マジですか、へまあまあそれは余談でございますが、はい、で、うん、あとはですね、まあまあ特殊潜航艇自体の攻撃はちょっと失敗してしまったんですが、うん、アメリカはアメリカでですね、まあ、そのルーズベルトの陰謀という
というあの側面もありますが、一方では日本軍 の、 あの動向を正確につかめなかったと。だからあのいわゆるスパイ合戦としての情報戦は日本に勝ってたかもしれないけれども、日本軍の真珠湾攻撃自体の動向をつかめなかったということで、日本今後は日本軍の作戦とかをより一層精度をねピチッと詰めて、あのまあ、情報をキャッチしていけなきゃダメだということで、うん、そのハワイ の、 あの情報局の地下にですね、はい、ハイポというあの、うんまあまあ、秘密部隊といいますか、はい、あのロシフォード大佐という人のもとで暗号解読をする部局を設けたんですね、うん、でそのハイポの建物までちょっと、はいはい、まあ、特別に行かせてもらったんですけど、1月に、それがこれでございますね、まあ、何の変哲もない建物かもしれませんがこれはね、なんだこれやと思ってましたね。であの情報学校かぐらいの、これ情報局の建物なんですが、この地下1階にハイポの部屋があって、ハイポの部屋の前までちょっとね、あの向こうの退役軍人の方にご案内いただいたんですが、うん、ハイポって HYPO で、うん、だからあのそこであのハワイ無線傍受局で、うん、そこでですね、もう本当にあらゆる飛び交ってるものを傍受して必死に解読する。傍受は比較的たやすくできますけど、うん、あの問題の解読ですね、解読ね、で解読でなんとか解読しなきゃダメだということで必死の努力をするわけで、うん、まあ、有名なあのミッドウェー海戦のね、はい、あの NI あの、うん、日本軍の次の目標がその、はい、日本軍の傍受した通信によく、うん、NI ってよく出てくるから、はい、NI はこれどこなんだろうって時に、うん、ミッドウェー島じゃないかって思いついた人がいたんですが、はいはいはい、ところがあのでもそれは確証がないと、もし違ったらどうするんだってなったから、うん、じゃあこういうおとり伝聞を打とうということで、はいはいはい、そうですね、あの NI で、あのじゃあ NI でじゃない、ミッドウェー、アメリカがミッドウェー島で真水製造機が壊れたっていう平文字を、ね、水が足りないというのを言うんだよね、はい、で言ったら、うん、なんと日本軍がその後発信した電報の中に、うんうん、NI では真水がないらしいなんて言っちゃったから、うん、NI はミッドウェーだってね、そうそうそう、バレたというような解読をしたり暴略をしたっていうのがこのハイポという、はい、確かにここだったんだ、はい、あとあの山本五十六がどこに行ってるかも解読したのもここじゃないですか、ここかカリフォルニア、あのカリフォルニアだったのかな、まあ、その本局ですけどね、あの、まあ、本局だからそのいろんなところに支局があるわけですよ、うん、ブランチがね、はいはいはい、でそれでいろいろ情報収集しながら、うん、あの持ってきて政策評価をするのはこちら、はい、あ、なるほどね、で最終的にやって、うん、作戦に号を出すのはもちろんあの、うん、海軍省だったりあの、はい、ね、あのするわけですけれどもね、だ当時海軍作戦部かだったりするわけですけど、当時日系人っていうのは、はい、日本からハワイとか、はい、カリフォルニアとかにね、はい、移民してって、でお前らアメリカ人になるのか日本人なのかどっちなんだって選べられて、それで、はい、まあ強制的にね、はい、隔離させられたりとか、はい、いろいろしたけども、その話今から出てきますけど、あ、そう、あ、ごめんなさい、いえいえ、それが出るならそれでいきましょう、はい、で、はい、まあ、そういう真珠湾攻撃のこともこれだけしっかり伝えたり、はい、あるいはなんか残ってたりするわけですが、うん、もう一つその真珠湾以外のものも残ってる、はい、いろんなドラマがあるとですね、はいはい、パールハーバーに残る日本の戦い、こっち行こうとしたんですね、はいはい、で、さっき言いましたけど、うん、アリゾナ記念館とも並んでもう一つ有名なのがミズーリ記念館、ね、これは沈んでおらずに、はい、本当にミズーリの現役時代の姿がボーンとね、はい、はい、君の綺麗なマの写真が残ってるみたいな感じで、はいはい、これはなんかもうカンコレにぴったりの写真ですね。私もねちょっとあのこだわってこの角度から撮ったんですけど、カンコレですよこれ、本当にこれだけ見たらなんか戦艦ヤマトと間違えそうな、ね、うん、確かに確かに3本っていうのは珍しいですからね、あ、いやアメリカではあまり珍しくないですね、あ、アリゾナも そうなんですか、3連装でしたから、3本か、はい、3連装は日本ではヤマトクラスだけなんです、ヤマトとね、ところがあの、はい、アメリカでは結構ね、うん、あの3連装砲塔は昔からありまして、3連装砲塔っていうのはなんかそのいわゆるもうどでかい大砲を3つ揃えて動かすとかね、うんうん、あ、そもそもそういう装置にするのが大変だから、うん、あの連装の方が格段に作りやすいわけですよ、はいはい、でところが3連装は作りにくいんだけれども、うん、技術を要するんだけれども、うん、3連装にしちゃえば一斉射撃の時 の、 あの破壊力は格段にアップしますからね、はいはい、ということ で、 あ、 であとは全体的に軽くできる、つまりあの、うん、3連装砲塔を、まあ、3つ置くだけで、うん、連装砲塔を4つ置くよりも、うん、あの門数が多いわけですよね、ヤマトなんていうのは3連装砲塔1つだけで3000トン、つまり駆逐艦1隻分のでかさがあったわけですけどね、はい、で今言ったヤマトクラスは、うん、あの口径、主砲の口径46センチですが、うん、でついにヤマトクラス以外に46センチ砲を詰める軍艦はついぞ世界に現れなかったんですが、はい、この、 あのミズーリっていうのはアイオワ級なんです、うん、アイオワ級4隻のうちの1艦なんですが、うん、アイオワ級はそのヤマトの46センチに次ぐ 40.6 センチの、うん、あの手法ということで、はい、こちらがその手法弾、はい、ね、はい、あ、これは手法弾ね、はい、あ、ちなみに僕はこの、はい、やっぱこの3本
あるっていうのはすごい重要だなと思ってて、はい、見た感じはね、はいはい、あの今自衛隊の護衛艦とかね、はい、見てると、ね、はい、こんなのピュって出るわけじゃないしかもちょっとちっちゃい、でも即射できますからね、あれ、そうそうそう、まあ確かにあれはすごいんだろうけども、はい、ちょっともうあの甲板に上がってみて、はい、ああこれしょぼいなっていうのをね、ちょっといかんともしがたい気分になります、ね、だからあの言うなれば昔 の、 あの、うん、三景館ですよね、うん、あの防護巡洋艦、はい、あの厳島とかとね、うん、同じような感じで炭素32センチ掘ってでありましたけど、うん、であれでも炭素で32センチあるわけですけど、ね、今のはあの 7.6 センチですからね、ちょっともうねあこれで大丈夫かというふうにちょっと、まあ、あの今 の、 その技術でね、はい、と威力あるんだろうけれども、やっぱ見た感じね、はい、このねこういうののプラモデルを作ってきた私としてはね、はい、ちょっと寂しい限りだよね、あれはシュッとしてるしね、まあ、三連装っていうのは一つのこだわりというか、なんかもう男のロマン、男のロマンですよ、大和型が三連装だったこともあって、うん、三連装というの自体がなんか男のロマン的な趣はありますよね、大和だって完璧なプロポーションでしょ、あの、はい、3、3、後ろに3、もう歌詞言うもびっくりぐらいね、やっぱないっすよね、最高のシンメトリーみたいな感じでね、はいはい、そうそう最高のバランスですね、はいはい、まあいきましょう、これがその、はい、砲弾でございます、砲弾、これはあのもうあの火薬を抜いてる、はい、大和型はあの、はい、重さればこの 1.5 倍あるわけです、これの 1.5 倍で、うん、あのこの砲弾を、うん、あの皆さんご存知ですかね、バトルシップっていう映画ありましたよね、うん、ハリウッド映画で、うん、あの浅野忠信が出てたやつです、うん、あれであの砲塔の装置が壊れたから、うん、後ろの砲塔だけ生き残ってるってことで、前から後ろにですねこの砲弾を、うん、あの昔 IOI に乗ってた、あ水か、うん、に乗ってたあの おじいちゃん退役軍人たちが、うん、自分がこう動かしがしてるってことで、うん、戦ってるわけですけど、それをこの砲弾を二人がかりで困難して担いで後ろに持っていくっていうシーンがありましたけど、その砲弾ですね、はい、台車ないのかと言いたいぐらいですね、はい